こんにちは、レトスの小野です。やる気があるときなら誰でもできる。合格する人はやる気がないときでもやる。で、そもそも宅建の勉強って数ヶ月から、まあ1年、多い方だったら2年勉強をし続けるわけですよ。ってことは、もうそれだけ長い期間があると、やはりやる気があるときもあれば、やる気が出ないときもやっぱりあるんですよね。で、やる気がないときであったとしても、やはり合格する人っていうのは勉強をやるんですよ。で、なぜ、こう、やる気がない時でもやれるのかっていう、まあ、一つの理由として挙げられるのが、勉強が習慣化されているということが挙げられます。例えば、朝起きて、もう歯を磨くっていうのが、まあ、多くの方習慣化されていると思うんですよね。もしかしたら、家から出る前ですよね。出社する前に歯を磨く方もいれば、ご飯を食べた直後に歯を磨く方もいれば、朝起きてすぐ歯を磨く方もいれば、まあ、人それぞれですけども、おそらくこれ習慣化されていると思うんですよね。やろうと思ってやるというよりも、なんかやってしまうんですよね。で、これ勉強も実はそうで、習慣化されてしまうと、その時間になると、勉強場所に行き、教材を開き、で、勉強を始めるってなるんですよ。で、もちろんやる気がない時っていうのは、日頃のね、やる気がある時よりも勉強量は少なくなるかもしれないです。でも、少なくても勉強はするんですよね。なので習慣化するっていうのはすごく重要なんで、勉強場所っていうのと勉強時間っていうものはきちっと固定をさせておく。これをぜひやってみてください。例えば、仕事が終わってからっていう方っていうのは、仕事が終わる時間って日によって変わる方もいますよね。そういった場合は仕事が終わった後すぐに勉強するみたいなね。で、仕事が終わった帰り道の、例えば、喫茶店、この喫茶店で勉強するって決めておけば、仕事が終わる時間が変わったとしても、勉強できますよね。なんで、まあ、そのように、場所と時間を固定するってことですね。これぜひ行っていきましょう。では、問1です。土地の所有者は、林地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、林地所有者に当該枝を切除するように求めることができる。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。隣の家から伸びてきた枝っていうのは勝手に切ることできないんですね。でも、その隣の家の枝の所有者に対して、枝こっちに出てきてるから切ってくださいっていうふうに主張することはできるんですよ。まずこれは枝に関してのルールです。で、一方根に関してのルール。根っこっていうのは、隣の土地の、まあ、大きな木があって、自分の土地の方に根っこがね、来てたと。で、そういった場合、他人の家の木の根っこであったとしても、これは勝手に切ることができます。なので、この点はですね、しっかり対比しながら覚えておきましょう。で、問2ですね、監督処分です。都道府県知事は宅建業者に対して業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行なければならないが、指示処分をするときは聴聞を行う必要はない、丸か×かという問題ですね。で、答えは×です。免許検査っていうのは、免許取り消し処分じゃなくて、指示処分、業務停止処分をするときも、聴聞を行わないといけません。つまり、監督処分する場合は、これ聴聞必要だってことなんですね。なんで、今回の問題でも、指示処分をするとき、これも聴聞必要なんですよ。でも、業務停止処分のときも、もちろん聴聞必要です。なので、誤りだということです。で、じゃあ、聴聞って何なのかというと、これ、言い訳を聞く場ですね。言い訳を聞く機会と思っていただければと思います。まあ、宅建業者に処分をする前に事情をちゃんと聞くって話なんですね。で、事情を聞いた上でちゃんと処分下しましょうっていう話ですよ。そして、この聴聞の審理、これについては公開で行います。まあ、秘密で行うんじゃなくて、まあ、公開して行うということなんで、これも合わせて覚えておきましょう。で、審理って何かっていうと、まあ、役所の担当者が処分を受ける者から意見を聞くってことなんですね。その聞くことを審理って言います。まあ、このように重要ポイントをちゃんと合わせてね、覚えていくことで記憶力が大きく高まります。そのため覚えることが多い宅建でも、まあ、十分覚えることができるようになるんですね。この重要ポイントを合わせて覚えていく。これが効率的な勉強法の一つなんで、ぜひ実践していきましょう。で、3問目ですね。都市計画法です。市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に必ず即したものでなければならない。丸か×かという問題ですね。で、よくある裏技の本とかに書いてあるのは、この必ず何々しなければならないっていうふうに限定しているものは、×にするっていうのが、まあ裏技の一つなんですね。ただし、実はこの問題、
丸なんですよ。つまり、その裏技が使えないんですよね。だから、その裏技に頼るのではなくて、ちゃんと、頭に入れるということがやっぱすごく重要になります。で、ルールはここに書いてある通りなんですけども、問題の内容よりもやや詳しくしたものになります。こっちがやや詳しい。解説の方がやや詳しい内容ですね。で、まず、市町村が定める都市計画についてのこれ話なんですよね。で、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想って書いてありますよね。まあ、基本構想っていうものを市町村の議会で決めるんですよ。市町村には議会ってありますよね。まあ、市町村の議員さんの集まりです。議員さんが集まって、この市町村の、都市計画をどうしていくのかっていうのを、まあ、考えて、みんなで話し合って、議決していくと。で、この市町村の議会で決まった基本構想、これに従って、市町村は都市計画をまず定めなければいけないんですね。で、さらに、都道府県が定める都市計画っていうのもあるんですよ。市町村と都道府県っていうのは法律上は実は並列なんですね。上下関係って実はないんですよ。ただ、都道府県っていうのは管轄が広いじゃないですか。広い範囲での計画を立てて、市町村がちっちゃなね、その各部分の小さな部分の計画を立てていく、管轄しているって話なので、上下関係はないにしても、やはりですね、都市計画については、都道府県が定めた大まかな計画にやっぱり即した計画を立てていかないとやっぱ矛盾が生じてきますよね。なので市町村が定める都市計画っていうのは都道府県が定める都市計画にちゃんと適合しなければいけませんよ。矛盾が生じないようにしてくださいよっていう内容になります。で、先ほども言った通り必ず何々しなければならないっていう問題を見るともうこれでね、罰にしたいと思っちゃうんですよ。ただ、こういったテクニックだけでは答えられなくなってきているのが宅建なんです。なんで、合格したいと思っているのであれば、テクニックに依存するんじゃなくて、ちゃんと基本的な勉強の仕方ですね。暗記する部分は暗記してもらっていいので、理解すべきところをちゃんと理解をしていくということをしっかり行っていただければと思います。本日も最後まで動画見ていただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。